ハレルヤー、こんばんは。ハレルヤー、アメン。ハレルヤー、こんばんは。顔が歪んで出る場合とですね、ちゃんと出る場合とありまして、今日はちゃんと出ましたね。ごはんとくさん、こんばんは。いつもご飯といてるんでしょうか。こんばんは。ハレルヤー、皆さんお元気でしょうか。今日はちょっと雪降りましたよね。小太郎さん、ハレルヤー、アメン。ちょっと雪がパラパラパラっとちょっと、降りました。景色放送、景色放送したいですよね。景色放送したいですね。はい、皆さんこんばんは。ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー。まだリバイバル来ないですね。まだリバイバル来ないですね。皆さん早く来てほしいですね。いつ来るんでしょうかね。スーパーサマー放送スーパーサマーは許可がないと。あ、こちらは快晴でした。神戸は快晴だということで、そうですね、もう待ちきれないですね。リバイバル待ちきれません。ハレルヤー、アメン、アメン。こんばんは。ハレルヤー、はい、今日もですね、1時間、クリスチャンの話をしたいと思います。とにかくですね、クリスチャンの、この、クリスチャンのこの話を聞くというチャンスは非常に少ないと思いますね。テレビでも、まあ、ニコ生でもあまりクリスチャンの放送を聞くということは少ないと思いますので、そういう意味ではですね、毎晩1時間やってますけども、というかクリスチャンの話を聞くということが大事だと思いますね。でも最近ですね、最近クリスチャン放送増えてきていますね。クリスチャン放送増えてきてますので、ぜひ皆さん、ですね、第3がまずやってますね。ちょっと一応貼ってみましょうかね。第3最近夜やってらっしゃるようです。ちょっと貼りますのでね。第3、どこだったかな。どこ行っちゃった。どこにあるかな。あ、これですね。第3の放送ですね。これが最近夜 やってる放送ですね。はい、メラニーさんもやってますね。ミラリンさんのはどれでしょうかね。ちょっと待ってくださいね。ミラリンさんの放送は、どれでしょう。すいません、どっか行っちゃったですね。ごめんなさい、ミラリンさんどっか行っちゃったすいません。今度また用意しておきますので、ミラジさんの放送もありますね。どんどんクリスチャン放送増えていますのでですね。で、花さんはですね、息子さんのインフルエンザがあって、今週はちょっとお休みなんですが、まあ来週できるかどうか、ちょっとインフルエンザの様子によってあれなので、もう少しお待ちください。クリスチャン放送がどんどん増えてますので、また随時紹介したいと思いますね。はい、それではですね、はい、今日のタイトルはですね、またイエス様の例え話を、この間の放蕩息子の近くにあるんですが、その放蕩息子の次にある例え話なのかな。あなたは小さなことに忠実ですか。そうなら大きなことを任せられます。あなたは小さなことに、忠実ですか、というね、そういうタイトルです。で、さっきコメントにありましたように、私たちは小さなことにあまり断らなくていいんですね。それは、まあ、ネガティブに断ることはないという意味で、小さなことであまりくよくよしたり しなくていいという、それは言えます。でも今日のタイトルは、そういう意味じゃなくてですね、忠実である、真面目にやる、ちゃんとやるという意味で、小さなことでもちゃんとやりましょうということは、これは大事なことだと思いますね。
小さなことでちゃんとやる、ね、悪いことは小さなことでも、極力避ける、極力真面目にやる、これはとても大事なことで、クリスチャンの、生き方を表していますが、でも比較的ですね、比較的、日本人っていうのは意外と几帳面でね、意外とちゃんと真面目にやってる人が多いんではないでしょうか。ちょっと変なアンケートですが、ちょっと聞いてみましょう。皆さん、まあ、自分で自己評価でいいんですが、自分は小さなことでもちゃんと忠実にやってるという人が1、ちょっとあまり小さなことはいい加減だなという人が2ですね、私も2になっちゃうのか小さなことはきちっと真面目に正面にやるという人が1ですね。それから、ちょっと小さなことはいい加減かなという人が2ですね。はい、じゃあどっちでしょう。私は2かな牧師が2じゃいけませんが、自己評価ね、まあいいでしょう、大雑把でいいです。いきます、いいですか。1、2の3、あ、38% の人がまあ小さなことに注意する。やっぱり皆さん日本人ですね、日本人の人は勤勉真面目ということで、そういうわけでね、日本人の人はですね、やっぱりこうクリスチャンの要素がもともとあるので、日本人がクリスチャンになったらすごくいいクリスチャンになるんではないかと思います。もともと礼儀正しい、もともと謙遜、もともと勤勉、もともと親切ということで、日本人はもともとクリスチャン的な要素を持っています。問題は中身ですね、中身。形はクリスチャンっぽいけども、中身に聖霊様がいなきゃいけないということですね。ですから、日本人がクリスチャンになって聖霊を受けたら、素晴らしいクリスチャンがたくさんできるのではないかと思って、大体一人ですが、なかなかクリスチャンになる人は少ないんですけど、落ちてるとか、なんでですね。ちょっと原因を分かります。すいません。が分かりません。時々言うんですよね。音が途切れる。申し訳ありません。ちょっと原因が分かりません。ひどい。ひどい。途切れる。わー、ごめんなさい。ごめん。あらら、どうしましょうかね。途切れる。困っちゃいますね。ちょっと原因が分かりませんが。聞き取れない。あら、まあ、困っちゃう。やっと聞こえるぐらい、聞こえない。あらららら。私には聞こえない。ちょっと聞いてみましょうかね。あ、これはちょっと聞こえないね。私には聞こえない。ちょっと聞いてみましょうかね。これはブツブツだね。あ、これはちょっと聞こえないね。私には聞こえない。これはちょっとまずいね。これはまずいね。どうして原因が分かりませんね。ちょっとすいません。原因がだいぶ治ってきた。だいぶ、原因が分かりませんが、すいません。申し訳ありません。時々こういうことがあるんですよね。原因が分かりませんが、すいません。申し訳ない。まあ、ちょっと一時的かもしれませんので、ちょっと我慢しててくださいね。はい。それではですね、御言葉いきますので、ちょっと一応御言葉読みましょう。はい。治った。ありがとうございます。一時的かもしれないね。これ、ルカ16章。この間の法と息子はルカ15章でしたけど、今日はルカ16章ですね。はい。イエスは弟子たちにもこういう話をされた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費しているという訴えが出された。主人は彼を呼んでいった。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから、会計の報告を出しなさい。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、
さてどうしよう。土を掘るには力がないし、こじきをするのは恥ずかしいし、ああ、わかった。こうしよう。こうしておけば、いつ管理の仕事を辞めさせられても、人がその家に私を迎えてくれるだろう。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、まず最初のものに、私の主人にいくら借りがありますか？と言うと、その人は油100パテと言った。すると彼は、さあ、あなたの証文だ。すぐに座って50と書きなさいと言った。それから別の人に、さてあなたはいくら借りがありますか？と言うと、小麦100コルと言った。さあ、彼はさあ、あなたの証文だ、80と書きなさいと言った。この世の子らは自分たちの世のことについては、光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正の管理人が、こうも抜け目なくやったのを褒めた。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば、富がなくなったとき、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。小さいことに忠実な人は、大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は、大きいことにも不忠実です。ですから、あなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。また、あなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、また一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。この例え話ね、あまり知らない方多くないかもしれませんが、ちょっと説明しますとですね、結局ですね、この管理人というのは人間のことなんですね。またクリスチャンと言ってもいいのかな。で、クリスチャンはですね、クリスチャンは神様からいろいろですね管理されている。まあ自分の人生、自分の財産、自分の能力、自分の時間、それはですね、多くの人は自分のものだと思ってるかもしれませんが、そうではないんですね。私たちは神のものを任されてるんですね。この感覚がとても大事です。多くの人の考え方は、自分の人生を自分のものだと思ってるね。自分の人生を自分のものだと思ってますけど、それは大きな間違いなんですね。ここにですね、10節にですね、じゃなかった、12節にですね、あなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょうとありますね。この他人のものというのは結局神様のものということですね。この人生というのは、神のものを管理していることなんだよということですね。皆さんは自分の人生を自分勝手に生きているよう、自分のものだと思って勘違いして生きているようですけど、実は皆さんの人生は神様のものなんですね。皆さんの人生は神様のものなんです。だから、自分のものではないんですね。そういうことをしっかり理解してください。ですから私たちは自分の人生を神のものとしてですね、忠実に生きる必要があるんだよということですね。もし、この皆さんの人生をね、自分のものとして、神のものとしてじゃなくて自分のものとして生きるなら、それは神様に対して不忠実なんだよということですね。つまり小さなことに忠実というのは、いいですか？小さなことに忠実ということは、この人生、人間の人生、神のものとして、この、あれですね、
神のものとしてですね、忠実に歩んでるかどうかということですね。はい、それがとても大事なポイントです。そして、じゃあそのこの人生を神のものとして忠実に歩んだらば、大きなことにも忠実であるというのはどういうことかというと、実は天国の話なんですね。天国では皆さん、私たちは大きなことを任せられるんです。天国で大きなことを任せられます。そして天国では神のものではなくて自分のものを持たせるということですね。わお、わお、皆さんクリスチャンの方々喜んでください。私たち天国に行ったらですね、自分のものを持たせられると書いてあるんですね。そして大きなこと、大きなことを任せられるって書いてあるんです。いいですか、もう一回言います。この世のこの世の人生は小さなことだということです。この世のこの世の世界のことは小さなことだ。皆さんが将来天国に行ったときに、将来天国に行ったときに大きなこと、大きなことを任せられるんです。アメン。本当なんです。そしてそれが、ね、この地上の富じゃなくて本当に素晴らしい本当の富なんですね。ですから神様はある意味では、テストしてるわけですね。人間をテストしてるんです。小さなことに忠実かどうか、小さなことに忠実かどうかというテストをしているんです。皆さんは今小さなことに忠実に歩んでるかどうか、神のものを自分のものとして生きるんじゃなくて神のものを忠実に生きてるかどうかをテストされているんです。そしてそのテストに受かったものは大きなことを任せられますね。そしてこの例え話に戻りますけれども、この管理人はですね、辞めさせられ、まあ、要するにいい加減に生きてたね、ちゃんと真面目にやってなかった、乱費してたわけですね。あの放蕩息子と同じですよ、放蕩息子とね、自分の人生をこう乱費していたわけですね。そしてそのもう辞めさせられるということで、この管理人はその借金のある人にですね、こう借金を減らしてあげるわけでしょ。油100パテを50にかけなさいとか、小麦100コルを80とかけなさいって。皆さんこれ難しいですよね。どういう意味だと思います。これ悪いことしてるわけでしょ、人の借金を勝手に減らして、これが正しい管理なんですかと思っちゃいますよね。 人の財産を勝手に減らし、借金を減らして、これでもこれ褒めるんですよね、主人がね。これ不思議ですね。これどういうことか分かりますか。これどういうことか、これね、難しいんですよ。これ難しい。アリウさんこんばんは。これ難しい。ね。じゃあ答えを言いますとですね、結局私たちが持ってる、まあ、財産とか能力とか時間を、人を救うために、人を救うために使いなさいということですね。つまり借金がなくなるということは、借金が減るということは、まあ、罪を減らしてあげるということですね。私たちが伝道したり、私たちが隣人を自分のように愛するということは、人の罪を減らしてあげる。その人が救われたら罪がなくなっちゃうわけですね。それを自分の時間や才能や財産を使って、人の罪を減らしてあげるということ。それはこの金持ちからすれば、要するに神様からすれば大正解ということですね。大正解ということで、ですから皆さん、私たちの人生はね、人の借金を減らすことに使う、伝道したりね、人が救われるようにするということが、本当の忠実な管理人なんだよということ。神様からすれば、なんかこう借金が勝手に減らされて不正のように感じますけど、
でも神様は、ね、イエス様を使わして、イエス様が全ての人の借金をなくすというような形で十字架にかかって死んでくれたわけです。ですから私たちは、ね、イエス様を述べ伝えることによって人々の罪がなくなる、借金がなくなるということで、私たちはそのようなある意味では小さなこと、ある意味では小さなことに忠実に歩む、私たちの人生を神の国のために、十字架のために、イエス様のために忠実に、小さなことを忠実に生きるという、アメン。なんとなく分かりましたか？ちょっと難しいね、ちょっと難しい。そしてここに、誠の富を任せるでしょう。つまり今私たちが持っている富は誠の富じゃないんですね。小太郎さん、アメン。私たちが今持っている富は誠の富じゃないんです。で、もし小さなことに忠実であれば、誠の富、天国ポイントですよね、皆さんね。天国ポイント。誠の富というのは天の富。天の宝、天国ポイント、これが誠の富なんです。ですから私たちはこの世の不正の富っていうのはこの世の富ですね。この世の富が不正なんですよ、皆さん。なぜこの世の富が不正かというと、私たちは、まあ、ある意味では、神のものを正しく管理していない、神のものを、勝手にこう使っているという、多くの人は神の富を勝手に使って不正な富なんですが、その不正の富を、忠実に、ね、使って、人の借金がなくなるようなことに使って忠実にするならば、天において大いなる本当の富をもらえるということですね。多くの人はこの地上の富を蓄えるけども、むしろ地上の富を蓄えれば蓄えるほど不忠実な生き方をして、天の宝はないわけですね。ですから最後の13節には、しもべは2人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、また一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。多くの人は富に仕えてるんですね。富に使えている、不正な富に使えている、これが、不忠実ということですね。この世の富に使えている人は神に対して不忠実です。しかし、私たちが神に使えて、神の仕事をして、伝道をして、ね、隣人を愛するならば、神の命令をしっかり守るならば、私たちは小さなことに忠実なんだよということですね。アメン。アメン。わかりましたか、皆さん。わかりましたか。そういうことです。ですから私たちはみんな今テストをされています。小さなことに忠実に歩むのか、神の財産をちゃんときちっと管理するのかどうか、ね、そういうことなんだよ。人生というのはそういうことなんだよということですね。人生というのはそういうことなんだよということですね。皆さんが本当にこの忠実に生きてほしいと思います。そしてさっきも言いましたように、将来大きなことを任せられるんだよということですね。アメン。この人生は本当の人生ではないんだということですね。この人生はテスト放送みたいなもんですね。テストの人生です。テストの人生。本当の人生は天国に行った時に、本当の人生が始まるんです。本当の人生が始まり、本当の富を受けるんです。本当の富を受けるんです。皆さん、これ大事なことなんですよ。大事なこと。多くの人はこの人生だけの世界です。この人生が全て、この人生がうまくいかなかったらもうおしまいだと考えます。この人生が全てです。狭い世界です。
ね、非常にこう希望のない世界です。この人生だけだったら希望がないんです。この人生だけだったら希望がないんです。本当の人生、本当の人生をこの望んで初めて、人生に希望があるんですね。そして、この私たちの今の人生は神様にテストをされていて、本当に忠実かどうか、忠実かどうかということをテストされてるんだよということですね。アメン。人生が分かりましたか？人生をどのように生きたらいいか分かったでしょうかね。はい、じゃあですね、何明かしがいいでしょうかね。難しいね。何明かしがいいかな。そうですね、何明かしがいいかな。そうですね、種明かし、種明かしはね、そうですね、忠実明かし、あ、そう、皆さんがですね、イエス様を信じて真面目になったかどうか、ね、生活が真面目になったか、忠実になったかどうか、ね、自分のものとして生きることをやめて、神様のものだと思って、自分の体も自分の人生も神のものを管理するという感覚、忠実なしもべ証、忠実証、ね、真面目になった証。はい、じゃあ真面目になった証スタート。イエス様にな、クリスチャンになって真面目になった、真面目証。イエス様のおかげで昼夜逆転しました。真面目すぎて鬱になりました。仕事に遅刻しなくなりました。ゲイやめました。ゲーセンに行かなくなりました。アメン。町内会抜けたら人生楽になりました。毎日笑顔に気をつけ、笑顔になりましたっていうことかな。寝坊がなくなりました。物欲を断ちました。小太郎さん、家族を大事にするようになりました。昼夜逆転が治りました。朝で朝起きになった。同世話がなくなりました。アニメをあまり見なくなりました。ご飯徳さん、家族が楽しく生活できました。虚しい生き方やめました。嘘を見抜けるようになりました。この放送以外に興味がなくなりました。まかせきの家事をちょっと読めなかったな。この放送に出会いました。牛乳を飲むようになりました。破いた聖書を貼り直しました。うなの放送を見なくなりました。人生に迷わなくなりました。タバコをやめました。夜更かししないようになりました。一日を振り返るようになりました。掃除や片付けをするようになりました。ピアスを開けるのをやめました。キューピーの放送を見なくなりました。毎日必ず祈ってます。サタンの放送を見なくなりました。
ご飯を美味しく食べるようになりました。毎日聖書を読むことにしてます。禁煙失敗しました。大丈夫ですよ。大丈夫です。一生 DT でいようと思います。毎日聖書を勉強するようになりました。悪行がサタンの仕業だと分かりました。アメン。大学合格しました。自己破産の成功しました。昔切符のキセルとかをしてましたが、今は正しく払うようになりました。アメン。アメン。清らかな心になりました。布教活動頑張るようになりました。アメン。悪口を言わないように気をつけるようになりました。 TV 見る時間が減りました。カツアゲやめました。すごく楽しい生活になりました。食い逃げやめました。今日のメッセージで燃えてきました。毎日神様と会話しています。ハレルヤ。 USS さん、神様は最高です。サタンの放送を見なくなりました。神様がお金をくれました。アメン。盗撮やめました。自殺を思いとどまりました。アメン。 DV はサタンの仕業だと分かりました。痩せることができました。元気になりました。この放送を見るのが親が心配しています。心配いりません。お子さんが良くなります。洗礼を受けようと思うようになりました。受会に行くのをやめました。アメン。嫁に殴られなくなった。アメン。寝る前に3歳の息子に聖書を読んであげます。それは素晴らしい。小さくても大丈夫ですよ。この放送を楽しく見れるようになりました。アメン。家族で楽しく拝見しています。この放送を見ると気持ちよくなりました。和樹さん、ハレルヤ。こんばんは。この放送で胎教しています。胎教にもいいかもしれませんね。お祈りしたら心の地下室から出られました。アメン。部屋が明るくなりました。心が明るくなったからね。キューちゃんに会えたのも神様のおかげですね。アメン。最近天国への道が見え始めました。アメン。 YouTube のグッド評価をしました。ありがとうございます。将来はキューちゃんみたいになりたいです。なってください。アメン。真理に近づくことができました。毎日明るく生きています。仕事始めました。対人恐怖症が治りました。
家族の不和が収まりました。毎日前向きに頑張ります。携帯の待ち受けをイエス様にしています。アメン。キュウちゃんに長生きしてほしいと思うようになりました。ありがとうございます。大学受かりました。父親からの暴力がなくなりそうです。アメン。キュウリのキュウちゃんを食べるようになりました。糖質改善してきました。素晴らしい、おめでとう。覚醒剤やめました。戦争反対、早寝早起きします。お化けのキュウちゃんを見るようになりました。辛い時にキュウちゃんのことを思い出したら乗り越えられました。毎日キムチを食べるようになりました。がんが治ってきました。イエス様のおかげで広い心になりました。進化論が大嘘だと分かりました。ハゲが気にならなくなりました。何かがみなぎっています。油注ぎです。まだ弱いところもありますが、イエス様に変えてもらえるように祈っています。リーフさん、アメン。ニコ生でカツラを取っても恥ずかしく なくなりました。弱点を克服しました。聖書を毎日50ページ読んでいます。人を許せるようになりました。イエス様を信じたら物事を客観的に見れなくなった。そうかな。人の目が気にしなくなりました。永遠の住まいとは天国のことです。聖書を毎日10ページ読んでいます。関節の痛みが和らいだ。クリスチャンは最大の生命保険だと分かった。人の失敗を笑わなくなりました。いいですね。信仰的なファイルを増やしています。人に優しくなれました。常に楽しいぞ楽しいぞと思うようになりました。ネガティブな言葉を言わなくなりました。アメン。洗脳に惑わされなくなりました。キリスト政党を作って出馬する決意を固めました。作ってください。天国ポイントが100万ポイントに貯まりました。人生が楽しくなりました。肉的な食事をやめました。煩悩に支配されなくなりました。小さいことからコツコツとしようと思いました。いらないものをもう捨ててしまおう。
この放送を荒らすのをやめました。ありがとう。本当の愛を悟りました。こんな楽しい放送に出会いました。家族を大切にするようになりました。この放送がないと生きていけなくなりました。ありがとう。PC に聖書のページを貼り付けて追いました。アメン。私のブログではリバイバルが起こっています。素晴らしい。イエス・さんのブログでリバイバルが起きています。アメン。この放送に油を注ぎあるのが分かってきました。そこです、そこです。ピンポンです、ピンポンです。この放送を見ていると1時間があっという間です。人骨を食べるのよ人骨。空中景況が楽しみです。空中景況、景況っていうのはイエス様が再臨したときにクリスチャンがスーッてこう空中に上がることを空中景況と言いますね。皆さん空中景況が近いです。近いと言っても何年かわからないんだけど、空中景況に備えましょう。これすごく人生が楽しくなったかな。はい、ありがとうございました。ディスられても許すようになりました。アメン。リーフさん、ディスられても許すようになりました。素晴らしいですね。許すということはとても大事ですね。許す、人生は許すことだと言ってもいいぐらいですね。日々許しましょう。日々許すのですね。主の祈りでも許しなさいと書いてあります。毎日のように許すのですね。許すことは愛なんです。許すことは神の愛なんですね。許すことは神の愛です。アメン。はい、掲示板削除はですね、あれ霊的な戦いなんですね。霊的な戦い、やはり神様の栄光を表さない、コメントは申し訳ないけど消しますね。はい、それではですね、ファイナルメッセージしましょうか。ファイナルメッセージですね。はい、はい、それではですね、ファイナルメッセージします。ファイナルメッセージです。アメン。まあ勉強でもですね、仕事でも当然こう真面目な方がいいわけですね。真面目で、そのまあ、その真面目というのは、まあ、どういうことかというと、まあ、正しくやるということですが、まあ、この社会は当然ですね、真面目にやらないと、まあ、仕事だったらクビになっちゃうでしょう。勉強だったらやっぱり成績が落ちるでしょう。仕事とか、勉強はですね、仕事とか勉強という家事とかね、家事もそうかもしれないけど、要するに神様が、ね、この本当の忠実に人生を生きるということを教えるために勉強とか仕事があるんですね。皆さんもう一回言います。仕事とか勉強というのはですね、神様にあってこの人生を忠実に生きるということを学ぶためにあるんです。宿題をちゃんと真面目にやる、ね、会社のレポートをきちっと書く、ね、上司がいない時でもきちっと真面目にやる、これはですね、クリスチャンが神様に会って忠実に生きるということを表します。そして、聖書の教えも当然ですね、物事に忠実にやんなさいということを教えています。例えばですね、エペソだったかな、
エペソを見ますとですね、真面目にやなさいっていうところがありますね。ここかな、ここのとこちょっとね、これはエペソ6章ですが、5節ですね、5節。奴隷たちよ、あなたはキリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさい。良いことを行えば、奴隷であっても自由人であっても、それぞれの報いを主から受けることをあなた方は知っています。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことをやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っておられるのですから。つまりこれ、昔はね、奴隷と主人っていう奴隷がいたんですが、これは上司と働き人というふうにやればいいんですが、神様、イエス様ですね、イエス様に仕えるように仕事をしなさいということですね。イエス様に仕えるように仕事をしなさい、真面目にやなさいということですね。善意を持って使いなさいとあります。つまり人生というのは神様に仕えることだよということですね。人生というのは神の財産を正しく管理するような、そのようなことなんだよ。皆さん、人生の意味が分かりましたか？人生の意味は神のものを正しく忠実に管理するということですね。そうするならば、天国において本当の財産、自分の財産、もっと大きな大きな大きなことを任せられるということですね。ですから、兄弟姉妹の皆さん、励んでください。信仰に励んでください。イエス様の教えに忠実に歩んでください。皆さんが天において大いなることを任せられるのです。大きなことに任せられるんです。ね、この人生をちゃんと生きることができないなら、この人生が不真面目ならば、この人生において神のものをですね、浪費するならば、天国で大きなことは任せられないということですね。天国で大きなことは任せられないよということですね。ですから皆さん、人生の目的はね、この人生にあるんではないということです。人生の目的は本当の人生のためにあるんだよ。本当の人生のためにこの人生があるんだよということですね。ですから多くの人が人生の意味がわからないのは当たり前なんです。多くの人が人生の意味が分からないのは当たり前。なぜかというと、この世の中が人生の目的じゃないからです。本当の人生のための人生ですから。人生の目的は本当の人生のためなんだよっていうことです。ですから、この世の中に、この人生の中に本当の目的はないんだよということですね。それが分かると、人生の本当の意味が分かって、人生を忠実に歩もうという気が起きてきます。人生に意味が出てきます。テストですから、そのテストを頑張ろうという気持ちが出てくるわけですね。意味のないこと、意味がなければ生きる気力ができません。意味がなければね、やりがいがありません。意味がなければ、生きたくなくなります。しかし意味が分かればやりがいが出てきます。希望が出てきます。生きる意味を感じて、ね、真面目にやろうとするようになるんです。この世の人生は、ですから本当の人生のために忠実に歩むというのが、この世の人生の意味なんです。皆さん、人生の意味が分かりましたか？人生の意味が分かりましたか？皆さん、まず、生きる意味をしっかり知らなければ、人生を楽しく生きることができません。さっき証しコメントでね、楽しくなったとか、毎日が本当にこう、ね、元気になったというのは、
まさにそういうことです。イエス・キリストを信じて生きる意味を受けたんです。生きる意味を受けたんです。イエス・キリストを信じなければ生きる意味を持てないんです。生きる意味を持てない。イエス・キリストを信じるということ、イエス・キリストを信じることは生きる意味を受けることなんです。生きる意味を知ることなんです。生きるこの、なんて言うんでしょうかね、生きる理由を教えてもらうことなんです。生きることができるようにされることなんです。イエス・キリストを信じなければ生きる意味がないんです。生きる力がないんです。生きる喜びがないんです。なぜかというと、イエス・キリストが命だからですね。イエス・キリストが命で、信仰というのはイエス様から命をもらうことなんですね。命をもらって初めて生きることができるんだよ。命をもらって初めて生きることができるんだよということですね。はい、そういうわけで今日は小さなことに、手術ですかというね、ちょっとアンケート取ってみようかな。さっき 31% 少し増えるんじゃないかと期待するんですが、今日のメッセージを聞いて生きることに、忠実で生きたいと思うようになった人、また生きたいと思う人ね、今日のメッセージを聞いてですね、まあ、小さなことで、忠実に生きてですね、そして本当の人生、大きなことを任せられたい、この人生のテストに受かりたい、人生小さなことに真面目に生きてみようかな、この人生を真面目に生きていこうかな、本当の人生を欲しいね、という方は1ですね。1です。そう思わない人が2ですね。そう思わない人が、小さなことに忠実に歩みたい、そして本当の人生を歩みたいという人が1です。いきます。1、2、3。あ、増えました。 4.5% 4% 増えました。アメン。 4% でもいいですよね。38から37から30 40 42.5、まあ 5% ぐらいかな。 5% ぐらい増えました。アメン。素晴らしい、素晴らしい。 5% 増えました。小太郎さん、アメン、アメン。増えました。素晴らしい、素晴らしい。皆さん喜んでください。まだまだ多くの人は人生の目的を知らないんです。人生の目的を知らないんです。皆さんは人生の目的が分かってきました。人生の目的が分かってきましたね。もう見通しがついてきたんです。見通しがね、どうやって生きたらいいか、何を目指したらいいのか、皆さんは見通しがついてきました。よかったですね。ね、人生の意味をしっかりと捉えて、その本当の人生を待ち望みましょう。天国を待ち望むのです。イエス・キリストを信じる者は天国に行くことができます。そして天国に行くことを信じる者はこの人生も真面目に生きることができるんです。この人生も楽しく生きることができるのです。この人生に意味が出てくるんです。本当の人生を知ることによってこの人生に意味が出てくるんです。本当の人生を知らなければこの人生に意味がないんです。本当の人生を知ったから、そして生きたいから、この本当の人生を目標にするから、この人生に意味があるんです。皆さん、よかったですね。生きる意味を知ったのです。そしてイエス・キリストを信じて、本当にその意味を自分のものにすることができません。もしそれを信じないなら、この天国の人生を信じないなら、生きる意味がないんです。生きる意味を知ることができないんですね。はい、それじゃあ、まあ、5% の人が増えたので、今日のそのね、しもべのようにですね、神様のものを正しく管理して、神様に仕えて、
ね、天国ポイントを貯めて、本当の人生が欲しい方、本当の宝、本当の財産が欲しい方、この人生を、この人生を本当に意味のある人生として生きたい方、アメンと言ってください。アメン。この人生をこの真面目に生きたい方、アメン。アメン。大さん、アメン。小太郎さん、アメン。和樹さん、アメン。リュウさん、アメン。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 ハレルヤ、アメン。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 天のお父様、感謝します。以前は、希望がなかった、目標がなかった、人生の意味が分かりませんでした。ただ虚しく生きて、時間つぶしで、無意味なことばっかりやっていました。しかしイエス様、イエス様と出会って本当の人生の意味が分かりました。あなたのために生きること、天国を目指して生きること、天国の本当の宝を、蓄えて将来それを受け取ること、価値のある意味のある良い行いをすること、しかしそれはイエス様から、罪を許してもらって神の力を受けて初めてできることです。以前は良いことが全くできなかったけれど、今聖霊の力によって良いことができるようになりました。そして、神様に導かれながらさらに良い働きをすることができる、霊的に成長し霊的に成熟し、ますます清いものとして、ますます神様に評価されるものとして変えられています。主よ、感謝します。今リスナーの方々も成長しています。リスナーの方々も清くなっています。成熟しています。学んでいます。霊的な真理を深く深く理解してきています。素晴らしいです。多くのリスナーが変えられています。人生が変わっています。どうぞそのように成長しているリスナーの人たちが、これからの多くの人たちの模範となりますように、モデルとなりますように。今日初めてイエス様を信じたいという人たち、彼らの罪を許し、彼らに永遠の命を与えてください。彼らが神の子となりますように、神の子となって信仰を今日から持ってスタートすることができますように。忠実な人生を歩み始めることができますように。彼らを励ましてください。強めてください。あなたが共にいてください。多くの人が人生が新しくされていることを心から感謝します。主よ、もっと大勢の人を変えてください。救ってください。リバイバルが起きますように。リバイバルが起きますように。日本にリバイバルが起きますように。たくさんの人が救われていきますように。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。ハレルヤ。アーメン。皆さん、和樹さん、ご安徳さん、リュウさん、アーメン。アーメン。大さん、アーメン。皆さん嬉しいですね。皆さんが成長しているのを感じます。皆さんが変えられているのを信じます。皆さんと一緒に祈れること本当に嬉しいと思います。神様は私たちの祈りを聞かれています。ますます歩もうではないでしょうか。ますます喜んで歩もうではありませんか。ありがとうございました。また明日。シャローン。シャローン。おやすみなさい。おやすみなさい。シャローン。アーメン。アーメン。ハレルヤー。アーメン。ハレルヤー。